ロウ。今回ご紹介させていただくキャラクターはグロウになります。皆さんお待ちかねの新キャラクターです。彼の出身地はノルウェーで、なんでノルウェーっていう設定にしたかというと、まあ我々私ども日本人がですね持つイメージなのかもしれないんですけど、彼のまあ顔の作りであったりとか、まあ、何よりもクールな印象、佇まい、雰囲気、まあ、そういったものがやっぱり北欧出身というところでこうピタッとはまったというところになります。彼の特徴は何といってもですね、今回ソルキャリバーで初めてになる、まあ、一つの武器で両側に刀があるという彼の、ダブルセイバーという武器になりますね。でかつ、この武器が途中で借金と分かれて独特のアクションをします。まあ、刀にもギミックがあるし、アクションにも非常に特徴的なギミックが入るという感じになります。でまあプレイ動画見てもらえば分かると思うんですけれども、まあ、そんなようなギミックを持ちながらもすごいかっこいい動きをするというか、まあ、私も非常に惚れ惚れしてしまうようなこうアクション、特にこの切った後のやっぱり、衣装のなびき方とか、一連の流れの中での彼のアクションっていうのは非常にかっこいいので、ぜひその辺をプレイして楽しんでもらえればなというふうに思います。ソルキャリバー6の中では彼は非常に重要なキーとなる人物になります。こちら情報もう少しお待ちください。 The legend will never die.